皆さん、こんにちは。ガラスの靴です。本日もご視聴いただきましてありがとうございます。今回のテーマはね、あなたの魅力をお伝えしますということでね、今ねちょっと自分に自信が持てていないような状況にいる方はね、ぜひも見ていただきたいと思います。はい、あなたの魅力ということなので、本来なら見ていただいている方分のね選択肢をこう読んでいきたいところなんですけど、動画上ねそういうわけにもいかないので、今回は4択とさせていただきました。でね、この4つの中からね、あなたが今気になるぬいぐるみ、もしくは気になるねカード、はい、もうね、どれか一つ選んでみてください。はい、でね、一つに絞れないという方は、気になるね全ての選択肢を、ご覧いただいて、あなたにピンと当てはまるメッセージをね受け取るようにしてみてください。はい、ではねちょっとぬいぐるみの方見ていきましょうね。はい、まずはねミッキーです。はい、かっこいいですね、ミッキー。やっぱりね、いつでもね。はーい。はい、ミッキーです。はい、続いて、ミニちゃんですね。ミニちゃん2回目の登場だね。はい、今日も可愛らしいですね、ミニちゃん。はーい、こんな感じですね。はい、では次ですね、プーさん。はーい。ね、プーさん可愛いね。ほのぼのプーさんですね。ちゃんと後ろここね、縫い目はねちゃんと描かれてて素晴らしいですね。はい、プーさんですね。はい、では最後こちらピグレットですね。はい、ピグレットもね可愛いですね。はい、後ろ姿はこんな感じです。可愛いですね。はい、はいね、この4択お決まりいただけましたでしょうか。ではね、リーディングの方スタートしていきましょう。はい、ではねミッキーを選んでいただいた方のリーディングを始めます。まずこちらがね、今あなたがこう自信が持てない原因で、こちらが周りから見たあなたで、この2枚が、あなたの魅力や性格ということで出てるんですけども、この4枚ざっと見てね、4枚中5、3枚がペンタクルスが出てるんですね。なのであなたはしっかり地に足のついたね落ち着いた人っていう印象がいたしますね。はい、最後までこう何事もねやり遂げるような強い意志をね持っていて、で正直者だし真面目だしね、しっかりと堅実で落ち着いてるところがね、もうあなたの魅力であるというふうに出てますね。でね、ワンドの4がね、逆位置でね、はい、出てるので、そうですね、華やかさとかきらびやかさ重視っていうよりはね、しっかりやっぱり堅実で確かなものをね手に入れたりとか、きちんとした現実世界の中にこう喜びを見出せるといったようなね、なんかね本当にこう地に足のついた落ち着かれた方なんだなとね思いますね。見ていていただいてる方の中にはね、すごい若い方もねいるかもしれないんですけど、若いけども小さい頃からねしっかりした子っているじゃないですかね。そんな感じがしますね。こうきちんと自分の道筋や目標をしっかり見据えてね、計画をちゃんと立てて、でその計画に沿ってきちんと進んでいくといったね、無謀なことはせずにね、コツコツとこう真面目にね取り組んでいく姿、そういったね魅力ありますと言われてます。
でね、今あなたがね自信が持てないことにペンタクルスのページ出てますね。はい、何かにね今あなたはこうチャレンジしてたりとかね、なんか頑張ってたりっていうような、何かこうチャレンジしているようなことがあるんじゃないのかな、ね、で、まあ、それに対してやっぱりどのように進んでいこうかとか、まあ、どうしたらよりこう自分がね成長していけるだろうかとか試行錯誤しているよっていう感じを受けましたね。はい、まあ、先の見えないね不安みたいなものはね、やっていくとあるとは思うんですけど、でもそんなにね、もうどうしようとかね、もういいアイデア浮かばないなみたいな、そういったちょっと感覚とは違って、うん、よし、今度はねどうやって進めていこうかなみたいなね感じのニュアンスの方が強い印象がするので、そんなにそこまでねすごい自信をね落としてるっていう感じにはね、見受けられないですね。はい、でね、周りから見たあなたっていうところに、これペンタクルスのね、エースということなので、うん、周りからもやっぱりねこうすごい努力家で頑張り屋さんなんだなっていうのがね、周りの方からもあなたがそういうふうに見えてるという印象なんですね。うん、だから実際のねあなたとね、周りから見たあなたっていうのはそんなに変わらないですね、印象として。うん、あなたがね、まあ、正直者で堅実でこう真面目な方なので、そういうふうに周りの方からもね信頼されててね、この人にもう任せれば大丈夫とかね、この人についていけば大丈夫って、絶対の信頼感みたいのがねあるように見えているっていうことが出てますね。うん、すごいですね。ね、こう落ち着いて努力家で最後までこうやり抜いていくってとっても本当に難しいことですよね。すごくこう芯のね通った強さも持ってるし、本当に頑張り屋さんで真面目でコツコツ進めていけるタイプのね、とっても魅力的なこう素晴らしい方ですね。はい、ね、ではね、あなたの魅力をねさらにこう輝かせるアドバイスって方なんですけども、ステッピングイントゥースティルネスのカードが出てますね。こう普段はね真面目でね努力家で落ち着いたあなたなんですけど、例えば何かねこう誘惑めいたものが目の前に現れたりとかね、あととてもねこう傷ついたこととかショックな出来事があったとかで落ち込んでしまった時ですね、まあ、誰しもそういう時は必ずあるんですけど、でそういった時はね静寂の中にね身を置いて心のあなたの声っていうのをしっかり聞く癖をつけ身につけてくださいって言われてますね。はあ、やっぱりねコツコツやっていくってこう実は本当に大切なのに、とっても地味な作業だしね、で根気もいるし、もう何事も継続するって本当に難しいことじゃないですか。でそれがねこうできるあなたは本当に素晴らしい魅力を持ってるのに、なんかちょっとこうふとした時にね本当にこう自分こんな自分でいいのかな、こんな単調できついなと思った時にね、あなたはそれができることはねもう素晴らしいことなんだよっていうのをね忘れないでほしいって言われています。いつかにね自分のこう内なる本当の心の中と会話をするとね、本当はこんなところでこう途中でね投げ出すのは自分はやっぱり嫌だなっていうことに気づいたりとかね、あとちょっと今自分無理してるんじゃないかな、今本当は休憩したいんじゃないかなとかね、あなたの本心が聞こえてきますね、その声をね大事にしてくださいって言われてます。はい、まあねうさぎと亀じゃないですけどね、真面目にコツコツってすごい
強いしね、実力をつけるにはもう不可欠なことなんですよね。生きていく上でね、一番と言っていいぐらいすごい大事なことなんですよね。私なんかこう飽きっぽくってすぐ投げ出しちゃったりすることもあるのでね、まあそれはあの直す努力は自分でもしてるんですけど、なかなかこう継続させるって本当に大変なことなので、もうそれができるあなたっていうのはものすごく素晴らしい魅力を持った方なのでね、もう誇りと自信を持ってください。はい、では最後にね、ラッキーカラーと一言メッセージをね、このミッキーがね持ってくれているこのカードに聞いてみましょうね。はい、今日もね守ってくれててありがとう。はい、では行きますよ。今日もね、教えてミッキー。はい、ということで見ていきましょう。じゃん、わー、はーい、ゴードクロサイと愛の循環です。ナンバー9なのでね、やっぱりこう勤勉でね成熟された方なんですね。うん、でもうラッキーカラーはピンクです。ちょっとねこう落ち込んだりとか自信が持てない時とかね、あとはね、自分の魅力をこう最大限に発揮したいっていう時なんかもね、ピンクのものを身につけたり持ち歩いたりするといいと思います。はい、愛の循環、こうちょっとね落ち込んだり、もし孤独感じたりする時がねあった時はね、あなた一人じゃないよ、見守られているよっていうのをね、忘れないでほしいっていうのが伝わってきます。こう過去からこう巡り巡ってね来ているものをあなたはしっかり受け継いでいますよね。ご先祖様とかこう目には見えない大きな力にもあなたはしっかり見守られてますって出てますよ。はい、ね、なのでね、今のあなたでね十分もうしっかりコツコツね、今までのあなたでもう十分ね素敵ですので、これからもそのあなたのいいところね伸ばしてってください。もうそのままで本当十分素敵ですのでね、ちょっとね気弱になってしまった時はもう心の声とね会話してみてくださいね。では、ミッキーを選んでくれた方のリーディングは以上となります。少しでもねピンときた、参考になった、気持ちが楽になったという方はぜひね、チャンネル登録とグッドボタンね押していただけたら嬉しいです。はい、ではご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画でねお会いいたしましょうね。ごきげんよう。はい、ではねミニーちゃんを選んでいただいた方のリーディングを始めたいと思います。はい、全体的にね逆位置のカードがちょっと多いので、今何かちょっと悩んでらっしゃるとか不安定な状況の方が多いのかなという印象はねありました。はい、でこちらがね今あなたが自信が持てない原因にこうデビルの逆位置ですね。で周りから見たあなたにペンタクルスの7の逆位置が出てます。はい、でこの2枚が、あなたの魅力や性格ということでね、ソードの9の逆位置と、ペンタクルスの2ということで出てますね。まずね、はい、あなたはこうとってもね柔軟性があってバランス力もすごい持ってるし、周りとこううまくやっていけるすごく器用な方なのかなっていう印象ですね。活動的でこう協調性もあるといったようなね柔和な感じの方でね、そういったところがねあなたの魅力ということでね出てますよ。はい、でね、そうですね、さらにねこう自分のことよりもね他の方周りを優先させるっていうね、こう相手を思いやれるねすごい優しい方なのかなっていう風に出てます。でね、ちょっとあなたが今自信が持てない原因にこうデビルの逆位置が出てるので、
なので、まあ、例えばね、こう人に誘われてね、断れない、なんかこう自分の弱さみたいなものに今そういったことに嫌気がさしているような状態という感じがしますかね。はい、うん、自分のこう気持ちを本当はね貫きたいのに、ついついこう周りをね優先させてしまう自分にね、本当はっきり言いたいな、どうやったらきちんと伝えられるかなっていうのをね、すごく悩んでらっしゃるのかなって思いますね。はい、でね、こちらがね周りから見たあなたということで、ペンタクルスの7の逆位置なのでね、はい、あなたがね表で見せているあなたっていうものがね、どちらかというとこっち側のものがね映っているって言われてますね。そう、すごい優しいしね、物腰も柔らかくてね、ノリもいいのでね、ね、何でも話しやすい人っていう風に周りから思われてるようですね。うん、ただちょっとね気になるのが、そうですね、ま、ずる賢いようなね人とかからは、あなたはねこう言えばやってくれるとか頼みやすいからとかいうことで、まあ面倒くさいねこう仕事だったり大変な事柄を任されちゃったりとかされやすい傾向がね、あるって言われてますね。まあ言い方はね良くないですけど、こう便利に使われてしまうとかね、うん、あと誘惑をこうなかなかね断りづらいっていうか断れないようなね、うん、推しに弱いっていうかね、こう買うつもりのないものをお店の人と仲良くなってしまったがゆえにね、こうつい買うつもりのないものを買ってしまったとかね、あなたのこのノリの良さとね、あとやっぱりこう自分よりも他者の気持ちとかを優先するっていうね優しい気持ちがあるんですね。ね、とっても根が優しい方なんですね。はい、でね、アドバイスカードとしてねスターニングファームのカードが出てます。はい、しっかり立つっていうねいうようなカードなんですけど、なのでね自分優先の時があってね全然いいんだよっていうこと言われてますね。はい、でもねあなたは本来のこの強さもね実は持ってますって出てます。うん、まあ優しさと強さって実はこう表裏一体っていうかねものすごく近いものがあるんですよね。うん、あなたが優しい人っていうことはその優しさが強さになるんだよっていうこと言われてます。うん、なんて言うんだろうな、例えばあなたがねすごく大事なものがあったとしますね、だけどこう絶対に譲れないっていうものがあるときはあなたは必ず断れる力っていうのをね持っていますね。貫き通す力を持ってますね。うん、じゃあなんで周りに流されてしまうことが多いのかっていうとね、やっぱりね自分と他者を比べた時に他者の方を優先してしまうことがどうしてもね多いので、もうそうではなくてね、まず自分を一番にね大切にする癖をつけていったらいいと思いますね。はい、ね、あなたの魅力であるね優しさ思いやりの心っていうのはね持ちつつ、でもこう自分のね自分っていうものを優先させてあげてほしいですね。自分のこう基盤がしっかりね固まることによって、自分の納得のいく優しさを他者に向けるゆとりが生まれるのでね。うん、ね、自分の生活、自分のペースっていったものがねこうしっかりできている状態で余裕があった時にこう手助けをしたり他者に寄り添うだけでも十分なんです、ね、自分を犠牲にしてねまで相手を優先させる必要がないですからね。はい、まずはね自分を大切にすることがあなたの優しさプラス強さにね膨らんでいくという風に言われています。
はい、では最後にね、ラッキーカラーと一言メッセージをユニちゃんがね持ってくれてるこのカードにね聞いてみましょう。はい、はい、いきますよ。教えてミニーちゃん。はい、ミニーちゃん今日もありがとう、カード守ってくれましたね。はい、では見ていきましょう。はい、じゃん、おお、オリベスククォーツ、ハートの奥にある願望を現実へということですね。はい、うん、素晴らしい。本当にだからね、もう自分のやりたいことをね優先させるのがもういいよってここでも言われてますね。自分軸で生きる練習をねちょっとずつしていきましょうね。うん、意識するだけでも変わっていきますからね。はい、で、ラッキーカラーはまあクリアとか透明、白とかね、あとなんかねこうキラキラした綺麗で輝いているようなもの、うん、あと虹色なんかもいいですね。そういったものをね、ぜひ身につけたりそばに置いたりしてみてください。はい、ではね、みーちゃん選んでいただいた方のねリーディングは以上となります。少しでもねピンときた、参考になった、気持ちが楽になったという方はぜひねチャンネル登録、グッドボタン押していただけたら嬉しいです。はい、ではご視聴ありがとうございました。また次の動画でねお会いしましょうね。ごきげんよう。はい、ではねプーさんを選んでいただいた方のリビングを、始めさせていただきます。まずこの4枚中3枚がね、ワンドオンが出てるので、こう情熱的で、あと思ってたら即行動じゃないですけど、うん、チャレンジ精神が旺盛でね、活発で活動的な方なんだなということが、現れてますね。はい、で、こちらから、あなたが今自信が持てない原因、それから他者から見たあなた、でこちらの2枚がね、あなたの魅力や性格ということで出てるんですけど、まずね、うん、自信を持てない原因ということで、ワンドの2なのでね、自信が持てないっていうよりは、次の目標に向かってこうどう戦略を立てようかとか、自分がねこれからさらに成長していくのに、うん、どうやってやったらいいのかとか試行錯誤しているような感じで、まああえて言うならね、今の自分をさらに大きくステップアップ、成長させていくのにもうどのようにしていこうかっていう風にね悩んでいる状態かなっていう感じがしますね。ねえ、うん、あなたはね本当にねこう性格的にすごい勇ましくて勢いもあってね、うん、自分に自信がある方なんですけど、でその自信はねどこから来ているのかっていうとね、あなたはきちんとね努力もされてきている方なんですね。自分にこう厳しいというかしっかりと努力をしてるからこそのね自信の表れだっていうことが出てますね。うん、ね、なんか頼もしいですよね。本当にリーダーシップがあるような方ですよね。でこう周りにほら蝶々も飛んでいるので、見えますかね、蝶々ね飛んでるので、周りからこう憧れられるようなね存在というか、頼もしく思われるようなね、こうクラスでもスポーツ万能で勉強もできて、こうすごい憧れの存在みたいなね、生徒会長とかね、うん、まさにそんな感じのとっても魅力的なね、すごい実力のねある方のようにね思います。はい、でね、あとワンドの3の逆位置っていうのがね出てるので、今のね自分の自信あるこの状況に決してねこう満足しているわけではなくって、うん、
常に向上心を持っててね、自分がステップアップ、次のステージに上がっていくにはどうしたらいいのかなっていうのを常に考えているような、もう向上心の強い方なんですね。はい、なんかもうね、こう退屈とかね、マンネリとかそういったことが苦手とかね、そういう無駄な時間がもったいないとかね、そういった前向きな思考の持ち主っていう風にね出てますね。はいはい。でね、周りから見たあなたということで、ワンドのキングがね、まあ、逆位置ですけども出てますね。はい、もうね、そんなあなたをね、あなたそのもの、周りの方からもそのように映ってますね。はい、自信があってこう堂々としててっていうようなね感じですね。ただね、それだからゆえにこうちょっと気になることも、まあ、逆位置ということで出ていてね、あなたが目立つがゆえにね、何でもできて憧れが裏返しとなってね、やっかみみたいのをね買われてしまうこともあるっていう風に出てますね。まあ、全ての人からね好かれるっていうことはないし、あなたも別にそれはね、そんなに気にしてないかと思います。そんなやかみとかはまあほっといていいと思います。はい、まあ、妬みからね人の足をこう引っ張ろうとする人も中にはいるのかもしれないので、そういう人はねもうちょっと要注意なので、そこは気をつけた方がいいかなっていうのと、あとねやっぱりあなたのそのまっすぐゆえにそのペースにねついていけないっていう人も中にはいるので、まあ、そういう人に対してはね、その人のペースにねちょっとペースダウンしてあげるとかね、気にかけてあげるとかしてみてくださいね。ね、そんなすごい素晴らしいあなたをね、あなたの魅力をさらに伸ばしていくっていうことで、こちらBelieving in Magic っていうカードが出ました。はい、魔法を信じるっていうカードなんですね。あなたのね行く先に、奇跡とか魔法のようなことが起こるよっていうことらしいんですよ。何かねあなたをこうサポートしてくれる人だったり、あとは何か見えない力っていうものもあなたをサポートしてくれているそうですよ。はい、あとはねこう楽しいことに何かこう目を向ける時間もちょっと増やすとあなたさらにね伸びてきますよっていうふうに言われていますね。なので遊びとかね、まあ、一見こう無駄な時間のように思えて、でも実はそこから充実した学びはねたくさんあるんだよっていうことを言われてますね。はい、そしてそこからさらにね何か深みも出るそうですよ。はい、なのでねもうリラックスした気持ちでね体感していくといいよって言われてますね。ね、もうプーさんのようにねのんびりと遊び心をね取り入れる時間をね増やすようにね、あなたのそうするとあなたのね魅力さらにねパワーアップしますっていうことを言われています。はい、では最後にね、ラッキーカラーと一言メッセージをねプーさんが持ってくれているこのカードに聞いていきましょうね。ね、プーさんありがとうね、今日も守ってくれてましたカード。はい、ではね行きましょうね。教えてプーさん。はい、じゃあ見ましょうね、いきますよ。じゃん、おーベリドットね、新たな風が吹くということですね。おー、何かこう遊びにね遊びとか楽しいことに重きを置いた時に新しい発見や新たな世界、広がっていきそうですね。はい、ラッキーカラーはね黄緑、明るい緑、といった感じですね。はい、何かね新しい挑戦をする時とかにはね
黄緑とか明るい緑っていうのを身につけたり、そばに置いておくと良さそうですね。はい、子供もね、遊びながらこう学んでいきますからね。ね、あなたの新たな風、楽しみですね。はい、ではね、プーさんを選んでいただいた方のリーディングは以上となります。少しでもね、ピンときた、参考になった、気持ちが楽になったという方はぜひね、チャンネル登録とグッドボタン、はい、押していただけたら嬉しいです。本日もご視聴いただきましてありがとうございました。ではね、また次の動画でお会いしましょうね。ごきげんよう。ではね、フィブレットを選んでいただいた方のリーディングを始めます。まずこちらがね、今の自分に自信が持てないこと、で周りから見たあなたで、この2枚がね、あなたの性格や魅力ということで、まずあなたの性格なんですけど、想像の8と太陽のカードね、出てます。とってもピュアな、ね、方かなっていう印象です ね。心が綺麗で天真爛漫で、いい意味で子供っぽくてね、明るく無邪気でね、あなたの存在自体はね、周りを、パッとこう明るくするパワーを持った方だっていうふうに言われてますよね。ただね、何かこう傷ついたことがあった時にはものすごくね、落ち込んでしまって、もう悲観的になってしまうとかね、あと自分の殻に閉じこもってしまってね、とっても傷ついてしまうっていうところがね、ちょっと極端なところがね、あるみたいですね。感情豊かっていうことですね。はい、自分の感情に正直なことでね、喜怒哀楽もしっかりこう表現できる方なので、嬉しいこと悲しいこととかがすごいはっきり出やすくって、であと感情のコントロールをね、するのも難しい時があるように出てますね。はい、はい、でね、今自信が持てない原因ということで、ペンタクルスの6の逆位置ですねが出てますね。欲しいものがこう手に入らないとか、そういうカードなんですけど、なんかね、現状にこう満足できてない、欲しいものが手に入らない、そうなんですけど、あとはお金がね、なくて買えないとか、そういった物質的なこともそうなんですけど、あとはね、何か思い通りにならないとかね、不公平感を感じているとか、と周りがなんかすごい豊かな人はたくさんいるのに、自分には足りないものとか持ってないものがすごい多くて、それで自信が持てないとかね、なんかそういう風に感じてしまっているのかなっていう風に出てますね。はい、でね、周りから見たあなたということで、ハーミットの、カードなんですけどね。なのでね、内面はね、すごくあなたはね、こう感情が時に激しく上下したりすることもあるんですけど、周りから見たらね、あなたはそういう一面も多少は見えたりはする時もありますけど、基本的には心穏やかでね、落ち着いた感じに見えてるそうですね。はい、やっぱりね、本当にこう周りをこう明るくね、明るい空気にできる太陽な人だなっていうのがね、ベースになっているので、たまに落ち込んだあなたの姿を見ることで、普段あんなに明るい人が大丈夫かなとか、ギャップも相まってね、すごくびっくりされたり心配されたりっていうことはね、ちょっとあるかもしれないですね。でも普段のあなたはもうこっちなのでね、はい、光り輝く素晴らしい ものをね、持った人だなって見られているというふうに言われてますね。はい、はい、それでね、あなたの魅力を、より輝かせるということで、こちらですね。はい、
エンブレージングザフューチャー、はい、明るい未来の前にね立ってるっていうカードが出てます。はい、うん、あのね、あなたはね、あなたが思ってる以上にねすごく大切なものをねもともと持ってるんだよっていうことを言われてますね。はい、なのでまあたまにねこう傷つきやすかったり落ち込んだりしてね考え込んでしまってこうすごい深く反省みたいなね、そういう状況になった時にねそこまで落ち込む必要はないよっていうふうに言われてます。うん、もう過去は過去でね過ぎたことなのでねそれよりもこう前に進むことの方がねあなたにとっては本当にとっても大事なことなんだよって、このね太陽を曇らせないためにもね前へ進むことが大事だよって言われていますね。えせっかくこう素晴らしい太陽をね持ってるあなたのその太陽をね曇らせるのはもったいないよって言われてます。うん、ねえ、どんな形のあの未来もねあなたが作り出していくものなのでね、うん、こちらの明るいね自分というものを伸ばせるように進んでいきましょうっていうことですね。はい、でね本当に欲しいものっていうのは形あるものではなくってねそのものを手に入れた時の喜びとか充実感満足感っていうねその幸せの感情を手に入れることが本当のあなたの幸せなんだっていうふうに言われていますね。この太陽のねパワーを持っているあなたなので、これからの明るい未来というものにね足をこう一歩踏み出してね本当の幸せ、本当に欲しいものっていうのを手に入れる未来を自分自身で作り出せますって言われていますね。それはもう自分次第だよって言ってるのでね、うん、なのでねそんなにもうねこう落ち込んだりねしないでいいよって反省しそんなに落ち込んだりね反省しなくていいよってねっていうことなのでね大丈夫です。はい、ね、人生誰しもね失敗経験のねやらかしみたいなものは私もたくさんやってますのでねでもね全然そんなのはねもう成長のね過程の一つなんですよ。なのでこうもともと持ってるねこの明るさすごく大切にしてね一歩前にね踏み出していってねっていうことを言われてますよ。はい、ではね最後に、ラッキーカラーと一言メッセージをねリグレットがね持ってくれているこのカードに聞いてみましょうね。はい、リグレット今日もありがとね持っててくれて。はい、ではいきますよ。教えてリグレット。はい、ではいきますね。じゃーん。はーい、ナミビアクリスタルね、人生は神様からの贈り物ということです。うん、すごい神様からねあなたの人生そのものがねもうすでに贈り物だしそれあなた受け取ってますよということですね。はいね、何もなくはないんですよ。はい、本当にあなたはすごいね大切なねこんな大きなものすごいものをねもらってますから、それをさらにね自分でこう生かしていってくださいねっていうことね言われてますよ。はい、でねラッキーカラーはクリア透明だったりとか、あとはね薄紫なんかもいいですね。はい、落ち込んだ時とかにもねそういった、色をね身につけたり、そばに置いたりしてみてくださいね。はい、ではねピグレットをね選んでいただいた方のリーディングは以上となります。少しでもねピンときた、参考になった、気持ちが楽になったという方はぜひねチャンネル登録グッドボタン押していただけたら嬉しいです。はい、ご視聴ありがとうございました。ではまたね次の動画でお会いしましょうね。ごきげんよう。